豚肉を使った料理はどうでしょうか。どうしたの今日。BS の料理料理のやつする。お料理教室ついてる。好きな野菜はピーマン。どう一緒のハルキと。好きな野菜はポテト。どうも帰ってこ。好きな野菜はナス。どうも名称のナスと。好きな野菜は、ほうれん草もちです。よろしくお願いします。お願いします。はい、というわけでですね、はい、今回やっていくのはまたまたボードゲームでございます。こちらのトマトマトというね、ボードゲーム、カードゲームをやっていきたいと思うんですけれども、はい、まあこうやってね、開けますとサイコロとカードが入っております。まあ、カードは全部で5種類ありまして、はい、と、扉のとですね、とあと的、はい、で、トマト、あで、悪魔の魔、まあ、と、スペシャルカードポテトが入っております。ポテト。で、まあ、この5種類とあと、まあ、サイコロが入ってるんですけれども、で、まあ、ちょっとルール説明が難しいので、まあ、軽く俺が実践してやってみたいと思います。はい、はい、はい、シャッフルが終わりました。親がサイコロを振ります。すごい地なすじ。2が出ました。そうすると、まあ今親って言いましたけど、正確にはダイスマンです。ダイスマンが2枚カードをめくります。はい、トとマですね。で、このカードをめくったダイスマンの左隣の人がこれを読み上げます。トマ成功です。はい、でそしたらカイトがまた2枚めくって隣の人がっていう読んでくっていうルールでございます。で、これで噛む人が、言えなくなる人が出るまで続くっていう感じですね。なるほどね。はい、俺が2枚引くじゃん、それが隣の人じゃん、うん、は最初から続けてみて。そう、あー、誰かが失敗してしまった場合、まあその時点で終了なんですけれども、失敗してしまった人以外がこの欲しいカードを1000円でこう入手します。で、取られなかったらもらえます。で、余ったカードは同じカードがあった場合、こう閉まっていくっていう感じの処理が行われます。で、被っちゃった場合、そのカードは捨てられます。で、最終的にこう山札が全部なくなって、こう手札が一番多かった人プラス、その手札の中でトマトという単語がいっぱい作れた人が勝ちっていう、おー、採点方法ですね。というわけで今回はトマトマトの、あ、もうやばいよ、やばいよ、こいつこいつやばいよ。あというわけで今回はトマトマトをやっていきたいと思います。やっていきましょう。はい、じゃあダイスマンやりたい方いますか。持ちが分かりやすいんじゃないの。そうね、確かに。じゃあいいですか。はい、これ 1,2,3 しかないんだね。いきまーす。2、じゃあ乗せが2枚出してください。トメイト、トメイト。いきます。トマト、トマト。違います。え、一泊置かないでください。あー、わかりました、わかりました。いきます。トマト、トマト。おー、あー、で、2枚引けばいいんだよね。そう、ま、ま、これ怪しいな、これ。いきます。トマト、トマト、まま。よし、おー、クリア、クリア。と、うわ、的、うわ、ちょっと難しくなったね。俺が読むのか。うん、いきます。トマト、トマト、ママトマト。おー、おー、出た、出た、怖すぎ。引いてください。引きます。うわー、マト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 。え、ちょっと待って。いきまーす。はい、トマト、トマト、ママ、トマト、マトマト。あー、まあ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 、まあ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 、いきますか。ギリセーフ、ギリセーフ。ドロー、あーん、うわーん、トマト、そしてマです。うわー、やばい。からもう難しい、もう無理や。いきまーす。トマト、トマト、ママト、マトマト、マト、トマト、マ。おー、やばい、すげえ、こいつやばい、エリアガー、こいつやばいわ、マジ。いきます。俺もう読み上げられる自信ないよ、めっちゃむずいんだけど。ま、と、うわー、まあでも2文字だから増えたのが。トマト、トマト、ママト、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 トマト、ママト。おー、いけるね、いけるのね。無理だ、俺はもう。よしよしよし、もう無理だよ、俺は。俺はもう無理だ。ちょっと、ちょっと、わー、いや、
簡単やないかー。ここが俺いけるかどうかわかんないけど、それだ、それだ。いきます。トマトトマトママト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 トトトトわー、一回多いわ、多い、うわー